お家で学べる海の教室。流れていくまでに計算できるかな？回転寿司で割合計算。動画を見る前にワークシートを印刷して実際に書きながら計算してみてね。あなたは回転寿司に来ました。このお店では大将の気分次第でお寿司の値段が値引きされます。お寿司が流れていくまでにお寿司の値段を計算する式を作ってみよう。みんな大好きサーモン、たくさん食べて喜んでほしいからサーモンは200円。今日はさらに3割引きだよ。サーモンの値段は200円で3割引きだから、式は 200×1-0.3 になるね。何円になるかな？ウニには目がないけれど光の明暗は判別することができると言われているよ。ウニは450円。今日は6割引きにしよう。ウニの値段は450円で6割引きだから、式は 450×1-0.6 になるね。何円になるかな？イカの足だと思われているものは実は腕なんだ。10本あるよ。イカは240円。今日は3割引きにしよう。イカの値段は240円で3割引きだから、式は 240×1-0.3 になるね。何円になるかな？豊洲市場に並ぶ小肌の4割は有明海で取れたものなんだ。小肌は380円だよ。今日は4割引きにしよう。小肌の値段は380円で4割引きだから、式は 380×1-0.4 になるね。何円になるかな？実はイクラはロシア語なんだ。イクラは420円。今日は2割引きにしよう。イクラの値段は420円で2割引きだから、式は 420×1-0.2 になるね。何円になるかな？エビの尻尾には肌や体の免疫力を高める作用があるんだ。エビは350円。今日は3割引きにしよう。エビの値段は350円で3割引きだから、式は 350×1-0.3 になるね。何円になるかな？カニは大きく分けてカニ類とヤドカリ類に分かれているよ。カニの値段は5950円だ。今日は6割引きにしよう。カニの値段は5950円で6割引きだから、式は 5950×1-0.6 になるね。何円になるかな？答え合わせ。サーモンの値段は140円、ウニの値段は180円、イカの値段は168円、小肌の値段は228円、イクラの値段は336円、エビの値段は245円、カニの値段は2380円、合計で3677円になったよ。正解できたかな？自分で問題を作ってチャレンジしてみてね。